誰にも言えなくて、俺どうしたらいいんだ。お前だけじゃないって言ってました。これしかない。バカな。もう試合させてください。お願いします。もう試合しないとやっていけないです。倒し合い強くなる、壊し合い響き合う、決着じゃない、始まりだ。君はチャンピオンなんだから、そんなに簡単に泣くな。青木真也。小見選手も好きだし、川尻選手も好きだし、僕は末っ子なんで、まあ、一番やりたいようにやらせてもらってて。彼はとても弱い人間である。戦いの前は逃げ出したくなるような恐怖を人一倍背負う。だからリングの外では奔放な言動を、リング上では狂気を見せる。精一杯頑張ってきます。勝って泣き、負けて泣く。負けた方はあまりにも失うものが大きい大将戦。王者になった、追い詰められた。気が狂いそうになりますよ。いつ解放されるんだっていう気持ちは正直あるし。ドリームの存在価値をかけた全米進行。このままじゃダメだ。このままじゃ井の中の活動終わる。きつい試合、きついシチュエーションが多かったと思いますね。でもそれはやっぱりこう踏み出す自分というか。それでも進め。死ぬほどきついっすよ。まあ、ありがとうって言えるんですよね。僕はやっぱりプライド潰れてよかったと思ってるし。前へ進め。強く育ってくれること、ありがたいというか、ありがとうって言える。友達が憧れるかどうか、青木真也では厳しいんだよな。だから俺は勝つしかないから、KO で。挑戦者、川尻達也。俺の挑戦受けてくれるように検討します。7月10日が終わってみれば、ストライクフォースも、まあ、プライドも全部、俺はドリームのチャンピオンになるためのストーリーの一つだったってなるんじゃないかなって思ってます。辛く長い道のり、歩いてきたのはお前だけじゃない。悔しいですけど、また頑張りたいと思いますんで。このリングを背負い戦い、悔しい思いをしてきたのはお前だけじゃないんだ。かっこ悪くても泥まみれでも戦い続ける。川尻達也は愚直な男である。やられて、俺川尻さん勝った瞬間に俺が負けれないってプレッシャーする。ヒールホールドでアルバレスに一本勝ち。だけど勝ってほしいと思ったけど、あんな圧勝してほしい。宮古さん、宮古さん、お互いどっかに負けろっていう気持ちは持ってる。微妙なね。そうありますよね。あるね。ライバルってそういうもんですか。戦友っていう言葉に近いかな。2007年の不安で、ね、泣きそうな、もう逃げ出したいような辛い1年を耐えれたのは、それはもう本当
青木だったり石田君のお金だと思ってます。好きだけど嫌いです。うん、やっぱ兄弟同士って仲悪いじゃないですか。そういう感じですよね。まあプライドっていう、同じ親父から生まれたもんだから。ずっと共に戦ってきた、やれるのか、やれるのか、そういう感傷に浸るのはもう今で終わり。今愛してるのはドリームかなっていう。卒業でしょ。今の僕は一生懸命生きれてるし、俺だったら世界で勝負できるって俺だけは絶対信じてる。そんな簡単に泣くな。兄弟喧嘩だから絶対負けられないでしょ。倒す、世界を倒すため夢は夢を倒して強くなる。もう一度日本人が夢を見ることができる、そんな戦いをしようじゃないか。ドリームライト級タイトルマッチ、王者青木真也、挑戦者川尻達也。